はい、どうもこんばんは、ラムノットです。フランボの実況続きやっていきたいと思います。ですね、コーラを飲んでやってるんでね、ゲップが出てしまったら申し訳ない。あ、もうすぐ、これか？オーマイグッドネス。あ、この通りにあるらしい。ヘイズストリート。そうだね。これじゃないの？違うのかな？It says Hayes Street。 私の家はこっちの方向にある。やべ、下噛んだ、行った。なんか窓開いてる。ゴーレンチじゃない？さあ、着いた。覚えていたよりちょっと灰色な気がする。グレースおばさんが私に会えることを楽しみに喜んでくれるといいけど。まあ、いないでしょうね。グレソワさん？もしかしたら彼女は家にいないのかもしれない。中に入るための鍵は持ってるのかな？持ってないよね。持ってない。でも、鍵がどっかに隠されてたのを知ってると。どこにあったか思い出さないといけない。それを探そう。まあ、こういうの基本的にカーペットの下とか、こういう下にあるんだよね。あった。I took the key from. That's me. 自分で書いたってことか？え？わかった。ここでこれじゃないか。あ、これだ。あれ？鍵穴だな。これをここに使う。違う。ここか？さあ、こっちに来て、猫ちゃん。で、こっから上に登って、窓から中に入ってくれないかしら。鍵を見つけられなかった。すでに誰かに取られたみたいだった。自分で取ったのに今持ってないのか。とても奇妙だ。本当に奇妙ですね。あんなノートを書いたことすら覚えてないと。でも中に入るためには、キティに中に入ってもらってドアを開けてもらわないと困ると。この猫は器用なんだね。わかった。行ってくる。You can do it。 気をつけて。さあ、開いた？ミッドナイト。聞こえる？ドアを開けて。久しぶり。フラン、信じられない。生きていたんだな。一体どこにいたんだ？私からどっか行って。精神病院には戻らない。君をずっと探していたんだと。一体どうやって脱出したんだ？関係ないでしょう。さあ、どっかに行って。でも、どうして君は家の外にいるんだ？鍵がないんですと。でも、ミッドナイトが今中に入ってると。窓を通って、2階の窓から中に入っていったんだと。ミスターミッドナイト、それは君の行方不明になってた猫なんじゃないか？イエス。でも、やっと会えたんですと。なぜここに来たのか聞いてもいいですか？グレイスに会いに来たんだと。彼女に伝えないといけないとても大事なことがあるんだ。彼女は多分家にいないと思う。ならこっちの方がいいだろう。君は私についてきなさい。嫌です。 I won't leave my kitty again。 もう猫から離れたくないんだ。彼がドアを開けるまでちょっと待ちましょうと。フラン、君の猫が家の中にいるなんて私には信じられない。そんなことは不可能だ。本当のことを言っているのよ。中にいるんだ。He will open the... すぐにドアを開けてくれるから。やめるんだ、フラン。現実を見るんだ。君の猫は死んだ。私についてくるんだ。どういうことなんだろう。あ、乗っちゃったね。でも、何が現実かずっとわからない。
すまないフラン、君を傷つけたり怖がらせたりはしたくないんだ。私はただミスターミッドナイトのことが心配なだけなんですと、あなたのせいで、彼とは離れ離れになってしまった。彼は本当に生きているのか。もちろんです。なぜそんなことを嘘つかないといけないんですかと、そんなの間違ってる。わかるかフラン。私は精神病院からクビにされたと。私は知りすぎてしまった。何を？私にはまだ理解できないことを見つけてしまったんだ。君は死んでしまったと本当に思っていたよ。この書類を見てみるんだ。ファミリーマーダー、これはあれだな、フランボーの家族が死んだ時の新聞記事かな。 The body was perfectly sliced。 だからフライングマシーンで屋上で見たやつだな。ちょっと待てよ、これお母さんの手だけど、このペンタグラムが気になるよね。シスター姉妹殺した時にもペンタグラムを使ったんでね。マルコ・ハルマ。なるほどね。グレイディーズ。なるほど。彼女を探してくださいって、フランを探してくださいっていう手紙ですね。あれ、フラン死んでる、死んだことになってる。え？なんで？私は死んでないわと。でも私はまだ死んでないんですと。これは全部嘘です。それはわかるんだと。それと、君の薬が入れ替わっていたことを見つけたんだと。君は新しい種類のディオティンを渡されたんだ。それをラボラトリー、研究室で見たときに、エクトプロマティンは2杯。エクトプロマティンという物質がの量がちょっと多かったと。それはあまり良くないんだ。エクトプロマティンっていうのは、ああ、なるほどね。エクトプロマティン。難しい。エクトプロマティンっていうのは、無意識と、無意識というか、無意識でいいのかな。無意識っていうのはね、これは心理学でよく出てくる言葉なんですけども、コンシャス、こう意識的なものと、無意識みたいなようなものの中間にあるドアを開けてしまうんだと。問題っていうのは、そのエクトプロマティンが高すぎるとそのドアが大きくなりすぎてしまう。そうすると君の頭に、大きな混乱を招いてしまうかもしれないと。大きな混乱っていうのは、ちょっと混乱してきた。でもそういうことがあったから、こう見たり感じたりすることができるんですねと。一体どういうことだフラン。私にはウルトラリアリティが見えるんです。そして、他の世界を旅することもできる。ウルトラリアリティ、それはきっとデュオティンのせいだと。そんなはずがないと。もし薬がもう少しあればあなたに見せることができるのに。君に薬はもう必要ない。ただ、すべてもう頭の中にあるんだと。すべてを私の頭の中にあるっていうの？じゃあ私は自分でコントロールできるべきだ。私が言ってるのは、君はいろんなものを想像することができると。ただそれだけのこと。本当だ。薬いらなかった。これ誰が喋ってるんだ？これフランの言葉かな。で、お母さんに真実のことを伝えたかったんだと。でも、お父さんが彼女を傷つけるだろう。
お父さんにはまたあのナイフで遊んでほしくないと。私の手が痛い。あ、こいつの話？あなたのお父さんがナイフであなたを傷つけたの？なんだって？一体何を？一体誰がそんな話をしたんだ？あなたがしたのよ。そんなことは何も言ってない。でも本当なんだ。だからこのウルトラリアリティというかね、他の世界が見えるっていうのは本当なんですと。頼むから集中させてくれ。うん。でもあなたは私の言うことを聞かない。真実を暴かないといけないと。うん。誰が一体黒幕なのかを考えてると。ナースなのか、オズワルドなのか。オズワルドっていうのは多分このオズワルドアサイラムの院長的な人かな。うん。それはビッグブラックモンスターのせいですと。リーマーっていうやつ。うん。彼が私の両親を奪って今私を傷つけていると。彼は私に死んでほしいらしい。イサウスタに滞在できればと思ったけど、パロントラスとグレートウィザードと共に。一体何の話をしてるんだフラン。イットワードもパロントラスにもさよならが言えてなかったと。そして、私の猫ちゃんもどっかに行ってしまった。パロントラス、イットワード、頼むフラン。パロントラスっていうのはイサースタのお医者さんですと。彼は空飛ぶモンスターなんですと。羽とかモフモフしてる。モフモフ。うん。で、イットワードっていうのは私の大事な友達ですと。彼のマシンが私を家に連れて行ってくれたと。うん。君はどうやら童話の世界か何かで過ごしていたようだな。それとも全てがいいわけじゃなかったと。双子の姉妹が死んでしまった。私のせいで。私がミスターミッドナイトを殺しているのも見たし、お母さんとお父さんも見た。双子、一体何の双子だ。体がくっつけられてしまった二人の女の子です。くっつけられた。うん。どうやらクララか、クララとミアの事件のことのようだ。クララとミアだよね。ちょっと鳥肌立ったわ。うん。彼女たちはこうエドワードと名付けられたクリーチャーが見えるとずっと言っていたらしい。うん。その精神病院でエドワード、多分それは誤解だと思う。それはイットワードだ。そうですね、イットワードの話も出てきたもんな、あの紙芝居みたいなやつで。で、その女の子たちには一体何があったの。ドクター・オズワルドが彼女たちで、実験をしていたと。彼が彼女たちをくっつけたんだ、縫い合わせたんだ。うん。モストリートゥーシーザー、なるほどね。 DNA のこう合致の反応を見たかったと。でも結局何も起きなかった。何ヶ月後に、彼らは死んだと。うん。彼女たちの体は井戸に捨てられた。それはひどい。私はサイラムに連れて帰ってはいけない。だから双子のいた家では薬を飲むと井戸になってたのかな。心配するんじゃない。うん。そう、この病院には連れて行かないからと。うん。私が一緒についていると。そうすれば私は君を助けることができる。もしかしたら全てをこうやってしまった責任を誰か、一体誰が、誰のせいなのかを見つけられるかもしれない。ありがとうドクター。もしかしたらパロントラスは正しかったのかもしれない。
あなたは悪いお医者さんじゃない。あなたはただルールに従っているおじいさんなだけ。ルールに従ってる？うん。今夜は違う。これか？さあ、着いたぞ。でもこれはお墓じゃないですか。一体こんなところで何をするんですか？そのうち分かりをついてくるんだ。お墓で俺の墓が見れるんじゃないか。ストーンウーマン、ここにあなたの両親が眠っているんだと。もちろん君のもだ。一体どうしてここへ連れてきたの？すまないがフラン、事実として、あなたの君の両親は殺されたんだ。一体誰が殺したかで全てがわかる。一体どういうこと？正しいことっていうのは。なるほど。もし悪い奴を見つけたら正義の鉄槌を下すことができる。法律を使って、法を使って、そういう悪い人たちを、に罰を与えることができるんだと。わかりました。わかりましたけども。んで、あなたは一体私のどんな助けが必要なんですか？何か証拠を探すのを手伝ってほしいと。棺桶を開けないといけない。わかった。手伝います。もしかしたら、デッドリーワームズ came already。 あれですね、ムース食ってたやつだな。誰だ。とりあえず、ショベルを見つけないといけない。私は左に行く。君は、右に進んでくれ。またすぐに会おう、ここで。わかった。わかりました。さあ、ここなんだね。マーティン・ボーファーザールシア・ボーダーゲンハーフランボー。フランボーも死んでますね。なんか取れるものはなさそうだな。これは誰のだ。ノーネーム、名前がない。ここかな。開かない。この中にショベルがあるはずだ。ナイフとかで違うのか。あの車はなんかあんのかな。あ、見れるね。あ、バール出た。クローバーシート。こんなもんかな。このクローバーで開くのかな。てか、なぜあのお医者さんはクローバーなんかをあの運転席の真下に。お、違うの。あ、懐かしいやつ出てきた。静かにしてないと。中に入ってろ。ファビオ、ファビオ。でも俺はファビオじゃないんだ。あ、今フランが喋ってるんだね。私はフランです。こんにちは。ジャイアント。びっくりしないで、怖がらないで、傷つけたりはしないから。大きい人たちには私たちのことは見えないと思ってた。私は大きな目があるからね。私はセバスチャン、トライブズコレクター。どういうこと？トライブズコレクター？綺麗な川を探してるんだ。儀式をするために必要なんだと。
レザー、うん、それは面白そうね。去年、うん、ああ、なるほどね。去年は人間の肌を使ったんだ、皮を、皮膚を使ったんだが、デッドリーワームが欲しがってたんだ。うん、だから私たちは他のものを探していた。じゃあレザーが見つけられるといいわね。うん、セバスチャン、頼みを聞いてくれないかしら。それは頼みによる。うん、もしかしたらあなたにならこのドアを開けてもらって中に入れるかもしれない。もちろんできるよ。うん、でももちろんお互いに助け合おうと、レザーを持ってくるんだ。そうすればドアを開けてあげよう。でもどこでレザーを見つけろって言うんですか。車ですよね。車のシートだよな。今日はいいぞ、冴えてるぞ。多分ここだと思う。そうだな、よし。さあ、ここでこのレザーを渡すと。うえー、ありがとう。アワートライブザ・パインゼーラス、喜んでくれるだろうと。うん、さあドアを開けてあげます。ありがとう。お、開いた。大丈夫？アウチ。大丈夫？セバスチャン、セバスチャン、うん、私は大丈夫です。それはよかった。ドアを開けてくれてありがとう。どういたしまして。ファビオ、これがファビオ、逃げてますな。私はもう行かないと。おやすみなさい。ファビオ、待つんだ。レザーを手に入れた。かわいいな、パインコーンたち。うん、え？ This is not wonderful night。 何もないの？え？どういうこと？ここ何もないのか？ちょっとこれを、これをコンバイン。え？開けたけど何もないってどういうこと？うん、あ、パインコーンあるけどな。あ、あったんだ。うん、そこにいたんだ。おかえりルフラン。ショベルを見つけたと。さあ掘ろう。俺も掘るのかな。うん、さあ今から、この棺桶を開けていこう。ちょっと詰まってるみたいだ。クローバーが車の中にあったと。うん、でもそれが見つからなかったんだ。あ、クローバーは私が持っていきましたと。ドアを開けるために必要だったんです。返してほしいんですか。いや大丈夫だ。うん、自分で開けてみるんだ。さあ開けまーす。これがフランだよね。あ、これは開かないって、詰まってるらしい。あ、まんま。あ、パッパ。あ、これ、もう一回これ？あれ？ミッドナイトじゃないか？マザー、そう好きに、とても痩せてる。え？ミスターミッドナイトだね。何か、殺人鬼に、殺人したやつの犯人に近づけるような証拠はあるか。うん、何もないですと。ただとても悲しいです。こんな姿の両親を見るのは。それとこの死んだ猫は私の猫じゃない。嘘をついてる。フラン言っただろう、君の猫は行方不明になっていて、もしかしたらこの猫が君の猫かもしれない。
そんなはずはない。私の猫はマイキティを見つけたんだ。信じて。家に連れて帰ってくれたら、会わせてあげるから。わかった、フラン。家に帰ろう。ここは私が何とかしておくと。私はまだ何か証拠というか手がかりを探さないといけない。ありがとうございます。最後。ミスターミッドナイトは死んでるな、これはな。うわ、もうびっくりするわ、ほんとに。やめて。Vanished into the hands of darkness。 闇の手の中に消えた。なんてマナーが悪い人なのつって、私はあなたなんかもう怖くないんだ。お前からはもう光を奪ってやった。お前が愛したもの、お前が尊敬したもの、お前が愛してほしいと願ったもの、壊れてしまった小さな女の子、狂気の館がお前を招待してやる。もしお前が大好きな人たちを見つけたいのであれば、暗闇の中でお前は目を覚まさないといけない。目を覚ますんだ、フラン。まあ現実を見ろってことなのかな。 The House of Madness 最終章っぽいな。あ、これ家っぽいな。グレースおばさん、グレースおばさんなの。やっと起きたのね。あなたは私の家にいるのよ。本当に？でもすっげえ鎖繋がれてるんだけどな。信じられない。あなたに会えてよかった。抱きしめてちょうだい。すぐに。ミスターミッドナイトはどこにいるの？あなたの猫？うん。彼が、どういうこと？彼がしたことの後で彼は逃げていってしまったの覚えてないのか？彼が What he did ってどういうこと？うん。彼が逃げた？一体何をしたの？あなたの猫が私の姉か妹かね、まあシスターとあなたのお父さんを殺したのよと。彼が裏切り者なんだ。それは本当じゃない。そんなはずがない。そんなことをするはずがない。それが本当であろうが嘘であろうが関係ないと。最後は罪を誰かになすりつけないといけないだろうと。それでもミスターミッドナイトを責めることはできないと。彼は私の親友なんだ。自分で責任を取るよりは誰かに責任転嫁した方が楽だろう。グレースおばさん、なかなかきついことを私に言ってきおるな。うん。私は常に自分のことには自分の責任を持ってやっていると。もしそれが悪いことをした場合でも。なんていい女の子なの。さあ、今は休んで、休むことが必要だから。でもグレースおばさん、一人にしないで。なぜ私は縛り付けられているの？なぜなら、この鎖がなくなってしまえば、あなたの手は悪いことをしてしまうと。一体何の話をしてるの？この鎖を解いて、ミスターミッドナイトを探さないといけない。
フラン、あなたは嘘のことが嘘を心配していないのかって、どういうこと？真実を探す者っていうのは常に死ぬ運命にあると。なぜなら悪魔は決して隠れない。難しいこと言いよるな。リトルリトルシャイニングフラン、さあ寝なさい。あなたの精神の中にある痛みを忘れるのです。あなたは悩めることを選んだんだと。クライ&ヘイト、泣くこと憎悪ってことですね。でもダークネスが、どういうことだ。暗闇があなたをこれ全ての悪いことから解放したいと思ってる。ゆっくり寝なさいフラン。ちょっとよくわかんねえよ。ドア消えちゃったし。一人にしないでくれ、ソバさん。戻ってきて。なぜ彼女はあんな変な行動してるんだと。なぜミスターミッドナイトのせいにしているんだ。猫が両親を殺したなんてありえない。彼の爪は小さすぎるし柔らかい。彼が大丈夫なことを願っていると。さあ一体どうすればいいんだ。時計の音がうるさい。止まることがない。今思い出したけど、クロックメーカー、時計職人がね、あのイサースターにいたんですけども、クロックメーカーが時間っていうのはこう何層にも分かれていると言ってたのを思い出すと。もしかしたら他のバージョンの別バージョンのこの部屋がどこかにあるのかもしれない。それかただ何かを私が想像しているだけなのかもしれない。もしそれが本当なら、どうやって彼女と話すことができたんだろうか。彼女っていうのはグレースおばさんですね。エレック・クラプトンが私の頭の中にある全てのことを話していた。どういうことなんだろう。わからないな。今回ちょっとね、訳すのがいつも以上にぎこちなかったかと思うんですけども、難しいです。いろいろ日本語に変えようと思うと時間がないとっていうね、言い訳をしておいて、今回の実況はですね、ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしければ見に来てください。